県内では大雨の恐れはなくなりましたが、気象台は今日夕方にかけて、落雷や突風に注意するよう呼びかけています。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州北部地方では大気の状態が非常に不安定となったため、県内各地で大雨となりました。県内では、 昨日午前11時の降り始めから、今日午前11時までに伊万里で148.5ミリ佐賀市北山で129ミリ唐津で110.5ミリ鳥栖で107ミリの雨を観測しました。佐賀県では大雨の恐れはなくなりましたが、気象台は今日夕方にかけて落雷や突風に注意するよう呼びかけています。